週も始まりました週刊レッスルワン TV。 今回のナビゲーターはレッスルワン公式サポーターチアワの西原恵子がお送りします。今週のレッスルワン TV は11月25日埼玉本庄総合公園体育館大会の速報、さらに12月26日後楽園ホール大会特集の第1弾をお送りします。ほな早速このコーナーからお送りしましょうか。どうぞ。 11.25 本庄大会の第3試合はカズ、ペガソ、佐藤組と近藤、土井、岩石組の6人タッグマッチ。狭山大会、千葉大会で勃発した土井とペガソの因縁、再浮上を目指すペガソが気迫の攻めで優勢になると、佐藤とカズは強力な援護団。そのまま一気にみちのくドライバー2で仕上げにかかるも、岩石のカットで決着ならず。さらに岩石ど根性で相手チームの猛攻を突破して反撃ののろし、近藤もランサルセで続くと、3人がかりで合体パワーボム。しかしペガソも必死に肩を上げます。追撃のスクラップバスターを自力で返してみせたペガソはラリアットを華麗に受け流すと、ホワイトホースでがっちり固め大逆転勝利。土井は直後に南京錠固めを決めるも、時すでに遅しでした。3つ入ったぞ。おい、土井浩司、ゴングなってからなんか噂かけてきたけどよ、負け犬の逃亡じゃねえか。タックベルトかけてやらせろよ。それだけで。スリー取られたんか。まあ誰が見ても俺ら勝つ試合だから、まあスリー入っちまったらしょうがねえからよ。あいつらがやりたいって言うんだったらやってもいいし、まあ、ただよ、覚悟持ってこいよ。それ相応の覚悟を、俺らに喧嘩売ったっていうそれ相応の覚悟を持って後楽園ホールでもどうでもいいよ、挑戦してこいって。おい、あいつの心意気だけは認めてやる、ただ誰でもできることだよ。そこまではそっからだろ。おい、もっと覚悟持ってこい。いつでも受けてやるから。まだまだもっと来い。第4試合はアンディ・ウーと吉岡聖輝のシングルマッチ。後楽園大会でストロングハーツ電撃加入を果たした吉岡は、生まれ変わった姿を見せつけるようにライバルアンディを圧倒。対するアンディもスイング DDT でやり返すと、感情的な打撃戦、そしてハイレベルな先の読み合い。トラースキックを直撃させた吉岡はマスクに手をかける精神的揺さぶり。怒りのアンディは雪崩式フランケンで反撃するも、わざとレフリーに衝突した吉岡が素早くマスクを剥がし、スモールパッケージホールド。黒に染まった吉岡がかつての盟友を一蹴しました。9分28秒、勝者吉岡聖輝。アンディウ、なんであんな怒ってんのかな、わかんねえな。おとといクルーザーのタイトルマッチに負けたから。わかった、ストロングハーツに入りたかったんでしょあなた。だから入った俺が羨ましいのかな。アンディウ、まだおとといのダメージ抜けきれてないの、それとももともと調子の波が激しいから。まあどっちにしろノッな、まだだ。怪我して休んで戻ってきたら
レッスルワン裏切って、お前がやりたかったのはこんなことかい。元ライバルとして呆れるわ。こい吉岡、勘違いしとったらほんま殺すわ。おい、セミファイナルのタッグマッチは河野正田組対稲葉アレハンドロ組。アレハンドロは後楽園大会同様、この日もヘビー級選手に食らいついていきますが、パワーの差は大きく苦しい展開に。それでもクルーザー戦士ならではの機動力でかき乱すと、稲葉と息の合った連携を見せ、ロープを利用したドロップキック。そしてブルーサンダーの追撃からフィニッシュへ。しかしネックハンキングボムの餌食となり、河野組のペース。その後も果敢に仕掛けたアレハンドロ、この2アタックはカウント2で返しますが、助走がついた強烈な一発を食らってしまうと、バンジキュース、ヘビー級選手狩りは失敗に終わりました。レストランを盛り上げようとしてることに関しては僕も評価してるし、アレハンドロ頑張れとは思うんですけど、僕にはちょっと絡まれていいよと、触るなと、武藤刑事言うと俺に絡むな、触れるな、触るなってことで、でも彼がレストランを盛り上げようとしてるっていうね、あんな元気なアレハンドロ、レストランのお客さん見たことないから、それはそれで俺も、すごい評価をしてますけども、僕じゃなくていいんじゃないでしょうかっていうことで、頑張れアレハンドロね。よし、河野、この間の後楽園は河野の味方だったから、まああんなでかい人がいれば心強いですよ。でもあんな強いから、あんなでかいから、俺は倒したい。レッスルワンの僕よりでかい選手、まあほぼでかいですけど、僕が一番小さいんで、僕にかかってこい。アレハンドロはお前らを倒す。メインイベントはソヤイケメントンドゴロ組と足の小玉熊嵐組が激突した6人タッグマッチ。次回後楽園大会ではストロングハーツ討伐という共通の目的のもと、トンドゴロとアンファンテリブルが合体。この日アンファンテリブルと体格のコーナーに立ったトンドゴロは覚悟を見せつけるも、厳しすぎる攻めに防戦一方。それでも不屈の闘志で猛攻を耐え抜くと、円錐切りで逆襲。後楽園大会で復帰を果たしたイケメンも好調ぶりをアピールします。そして熊嵐と対峙したソヤはワイルドな肉弾戦。スピアは受け止められたものの、ブレーンバスターをお見舞い。仲間たちに負けじとトンドゴロも円錐切りからスイング DDT。 さらにトラースキックで顔面を打ち抜きカバーへ。しかし3カウントとはならず。ならばとドラゴンスープレックスを狙いますが、アイアンクローに捕まってしまいます。なんとかフランケンで抜け出すも、
ラリアットの餌食に。しかし諦めないトンドコロは足野と真っ向勝負。何度叩きのめされても執念で突破口を切り開くと DDT でぐさり。そしてそやイケメンの援護から渾身のミサイルキック。がこれでも3カウントは奪えません。するとドラゴンスープレックスから逃れた足野がアンクルロックで捕獲。下から蹴り上げなんとか抜け出したトンドコロ。しかしエルボーを被弾するとアンファンテリブルが怒涛の畳みかけ。ジャーマンはギリギリでキックアウトしたものの再びアンクルロック。リング中央に引き戻されたトンドコロ、ここで無念のギブアップとなりました。来いよ、トンシュ来い、トンシュ。お前から一言言えよ。26日シーマ覚えとけよ、この野郎。俺たち必ずお前ぶっ潰しちゃうかんな。立て、ほら立て立て、お前座ってんじゃないよ、お前一番上げんだろ、お前。よし、やるぞ。俺たちと俺たちアンファンテリブルとトンショジュンで、トンショジュンストロングアーツ必ず叩きするです。以上。なんだ、なんでよ、俺がスパイと組まなきゃいけないんだな。あそうじゃないですか。なんで俺はトンドコロとスパイであるトンドコロと組まなきゃいけないんですかね。え吉岡誠輝はストロングアーツのスパイで出てきたんだろ。それは俺は認めない。吉岡誠輝はストロングアーツのスパイじゃない。いいか、とんどころだよ、あいつはスパイなんだよ、俺は認めない。吉岡誠輝はスパイだなんて絶対認めないからな。もうこれはタッグタイトルがそこにあるというだけで、僕たちの中ではこの感情ですね、特に、同一選手に対する感情ですかね、そういうものが、私たちの中には湧き上がっているんで、それをぶつけられたらと思っています。以上です。復帰してから同一選手と試合することが多く、まあ、その中でタッグベルトを持っている同一選手から自分が、勝ったということは、まあ、タッグタイトルに挑戦できるのかなと思っています。まあ、林さんと組んでタッグリーグ出場しましたが、まあ、結果は、まあ、頂点に立つと言ったんですけど、まあ、立てなくて、まあ、でもこのようなチャンスが回ってきたからには絶対このベルトを取ります。以上です。まあ、俺が一回負けたんで、まあ、ここは、まあ、正々堂々と受けようかなというところなんですけども、まあ、特にペガソーイルミナルに関してはそれ相応の覚悟を持って12月26日後楽園に臨んできてほしいかなと思います。で、一応まあ、前回の挑戦者チームになんかジャイアンチームとかジャイアンタッグみたいに言われたんですけども、ペガスイルミナルの
マスクの下から出てる顔はちょっとスネ夫っぽいんで、まあ、当日は披露するんじゃないかなと思います。はい、ですね、久しぶりに、まあ、社長とタイトルをかけて戦うっていう、まあ、楽しみもあるんですが、まあ、ペガソという未来のある若い人間と、まあ、これまたタイトルかけて戦える、どれほどの実力なのかっていうのを測る上でもね、一切僕らは彼の下には見てないし、同じ目線で戦うつもりで、うん、まあそのつもりでね、スネ夫がジャイアンにどれだけ来れるのかっていう、仮想ドラえもんの戦いがここで見られると思うんで、楽しみにしてください。自分前回倉垣翼選手、米山香織選手と飛鳥さんと組んで戦った時に、ちょっと最後米山選手から3取られて負けてしまって、すごい悔しいなっていう気持ちが強くて、もう試合終わった直後からもう一回リベンジさせてほしいっていうのを言ってたので、まあ、今回こうやってまた組んでいただいたってことは、リベンジのチャンスが訪れたってことなので、このチャンスを無駄にしないようにちゃんと米山さんから3取り返して、このタッグをもっともっといろんな人に知っていただきたいと思っています。5回目のタッグということで、そろそろ息を合わせたいなっていうふうに思ってるのと同時に、相手の米山さんはまあ前回戦ってすごい花の悔しがりようがすごくて、まあ、近々って思ってたんですけど、早速次回対戦できるということで、まあ、前回のリベンジっていうのと、あとは個人的に松本選手が初対戦というか、もう全くの初遭遇なので、めちゃくちゃ楽しみだなと、もう一世代上かな、なのでこう新しい世代としては越えなくちゃいけない壁なのだと思うので、ケチョンケチョンにできればいいなと思います。そう、タッグを組んで次で5戦目にして、やっと私たちのタッグチーム名が決まりました。はい、やっと、はい、今まで2人でタッグチーム名を考えなきゃねと話してたんですけれども、まあ、なかなか ね決まらずここまで来てしまったんですけど、すごいお互いしっくり来てる素敵なタッグチーム名が決まったので、本日発表したいと思います。じゃじゃん。そのタイミングで出すの。はい、フローリッシュ。私たちのタッグチーム名はこれからフローリッシュという名前で、試合活動していきます。もともとはフランス語が語源らしくて、意味は花が咲くっていう意味だったらしいんですけど、それがどんどん発展していって、今はまあ英語として使われているんですけど、まあ、草花が繁茂するとか繁盛するとか繁栄するっていう意味があって、もう全ての意味が私たちにぴったりだなって思いましたし、まあ、本当はこの U の上の点々は使わないんですけど、まあ、ここはちょっと今時っぽくジャスティン・ビーバーの曲名にも使われてる字なので、今時を意識してつけました。逆に今時とか言ったらダサいか、カットでカットで、これは、はい、おしゃれでつけました。因縁深まる土井選手とペガソ選手、ついにタイトルマッチでの対戦が決定。12月26日後楽園ホール大会のタッグチャンピオンシップ、果たして新たな年を王者として迎えるのはどっちのチームなんか気になりますね。続いては王座戦が決まった後楽園大会特集の第1弾で、それでは行ってみましょう。どうぞ。激動の2018年、その最後を締めくくる 12.26 後楽園大会、
注目の3カードが発表された。レッスルワンタッグチャンピオン近藤修司、土井浩二、王座戴冠後ストロングハーツの挑戦を退け、レッスルワンタッグリーグを全勝で制覇。現在のレッスルワンで最強のタッグチームに君臨する。そんな王者に挑むのはカズ林、ペガソイルミナル。タッグリーグでは惜しくも結果は残せなかったものの、本庄大会ではペガソが土井から直接フォールを奪う。こうして結果を残したペガソが挑戦を表明。最強の王者に2018年のニューカマーが挑む。レッスルワンタッグチャンピオンシップ、チャンピオン近藤修司、土井浩二 VS チャレンジャー数林、ペガソイルミナル。11.23 後楽園、倉垣翼、米山香織組に力の差を見せつけられた木村花、アスカ。米山へのリベンジに燃える花にはもう一人超えなければならない選手がいる。松本ひろよ。昨年松本と対戦した花だが、松本の圧倒的な実力を前に敗戦、悔しさをにじませた。あれから成長を遂げた花は飛鳥とのタッグでリベンジを果たすことができるのか。タッグマッチ、木村花、飛鳥 VS 米山香織、松本ひろよ。11.23 後楽園、かねてから噂されていたスパイの正体がついに明らかとなった。大変ながらお待たせいたしました、ストロングハーツのレッスルワンのスパイ、アレハンドロではなく、おい吉岡正義だ。改めまして、ストロングハーツの吉岡正樹だ。欠場してたからって油断すんなよ。おい、俺がこのリングに戻ってきたからにゃ、レッスルワンのレスラー、そしてそれを見に来てるファンの皆様方に刺激を責任持ってぶち込んでやるから覚悟しとけ。なんと吉岡正樹がストロングハーツに加入。レッスルワンに激震が走る中、ついにストロングハーツ打倒に乗り出したレッスルワン王者芦野翔太郎。激闘の末敗れはしたものの、次戦に向けてヒートアップ。芦野、お前はな、レッスルワンで1から2は作ったかもしれんけどな、俺たちは今0から1を作ってんだ。お前分かるか。おい、そこの差なんだよお前と俺たちは。よおい、俺もよこの団体で生え抜きでやってんだよ。0から作ってきたんだ今のレッスルワンよ。分かんねえだろお前には。おい、何時に退団した。ああ、俺たちが作り上げたレッスルワンを絶対壊させないからな。チームはもっと刺激くれよ。このレッスルワンに来た時に言ったやろ、ストロングハーツが責任を持って刺激をぶち込むってな。おい、すました顔しててもお前のその胸がダダーッ。ダダーッ。おいシーマ、おいよくも俺をいいように使ってくれるな。お前必ず俺がぶっ潰しやがる。アシノは大将シーマを引きずり出し、ここにアンファンテリブルとストロングハーツによる全面対決が実現。果たしてアンファンテリブルは後楽園の借りを返すことができるのか。アンファンテリブル VS ストロングハーツ対抗戦、芦野翔太郎、児玉雄介、熊嵐、新井健一郎、とんどころ純 VS シーマ、吉岡正樹、ティーホーク、エル・リンダマン、ロジャー。
それでは最後に今後の情報をお伝えしましょう。どうぞ。まずは12月1日横浜ラジアントホール大会の対戦カードです。メインイベントではイケメン選手、ペガソ選手、佐藤選手がアンファンテリブルと激突。ファンクラスイズムの伊藤貴文選手はアスカプロジェクト佐山選手と組んでカズ選手、アンディ選手組と対戦します。続いて今年もやりますぜレッスルマンアワードの情報です。2018年最も活躍した選手やベストバウトなどファンの皆様の投票で決定。授賞式は12月22日に開催されるレッスルワンビューフェスで開催します。鹿児島大会まで各会場に投票コーナーがございますので、みんな投票お待ちしてるで。さあ今週のレッスルワン TV もそろそろお別れの時間となりました。来週は12月1日横浜大会の速報、そして12月26日後楽園ホール大会の特集第2弾をお送りするで。ナビゲーターはチアワの西原恵子でした。寒冷前線もぶっ飛ばせレッスルワン。